MBS 特区キャンプ場管理人の直子です。皆さんお久しぶりです。初めての方は初めまして、8月2日で MBS 特区キャンプ場2周年を迎えることができました。これも皆様のおかげです。本当にありがとうございます。この1年本当いろんなことがあって、去年の6月乳がんを発症し、2度の手術、放射線治療、今年の3月まで治療していたんですけれども、この先まだありますが、今は元気なので大丈夫です。今回1年ぶりの動画になりますが、先日お客様と楽しいパーティーをしたので、よかったら最後までご視聴よろしくお願いいたします。2周年ということで、スパークリングワインをいただきました。ちょっと甘いと思うんですけど、美味しい。食品酒には。食品酒ちゃん、何ね、なっちゃん、なっちゃん来たね。ねえ、なんだろうこれ。ないよ、ないよ、わかったよ。これは、立山の、イノシシあんこちゃん用おやつね、食べよう。立てじゃあまずお姉ちゃんからいきます。どうぞ。おいしい。はい、あんなちゃんもどうぞ。イノシシ食べたことある？あるけど、イノシシ。あ、でもあるかもね。あ、すごい。これポテサラですよね。ポテサラなんですけど、はい、サバ缶。あ、うん、うまそう。でもその他水煮でやるだと思うんですけど、はい、あの味噌煮のやつでやったんですよ。これはクックパッドで。これはローストビーフちょっと固め、おそらく。そうなんですね、はい、これが豚肉の紅茶煮。紅茶煮、はい、なんだけど調味料にお酢とかも入れてるんでちょっとさっぱりした感じです。で、同じつゆでこれつけました。すごい。煮卵、煮卵、ちょっと半熟っぽい。はい、1個割れちゃった。これはこれはうちで採れたきゅうりでぬか漬けを初めて作ってみました。美味しいかな。これローストビーフ。美味しい。いただきます。うまい。おポテサラ、サバ缶絶対うまいよ。うちでは作ったことないけど。あ、うまい。うん、全然うまいですよ。全然全然。このサバ味噌の感じがいい感じ。僕、うんうん、ポテサラ大好きなんですよ。あ、本当ですか。はい、旦那と一緒ですね。そうなんですか。居酒屋行ったら必ず。あ、僕ポテサラサラスパ大好きです。サラスパ、はい、ポテサラね、ごめんなさい、私一度も作ってあげたことないんですよ。10年いますけど。これ紅茶、ね、紅茶に一回も作ったことないんですよ。ええ、ポテサラ作ってあげたこと一回もないんですよ。あ、でも私もほぼないです。外で食えみたいな。全然紅茶っていう感じがしないですか。ちょっとね、あのタレが酢とかが強いんで、うん、あんまり紅茶の味それほどないかもしれない。タレの方が強かったかもしれない。うまい。美味しい。うん、いや、そういった今日ね、美味しいのいただいた後に。お肉もあんまりいいやつじゃない。やな、久しぶりです。今節約中なんでね、ビール飲んでません。はい。なっちゃん。はい。なじゅなです。ね。可愛い。あら可愛い。あら可愛い。あら可愛い。まだまだ綺麗だね。なっちゃん、見て見て、見て見て、そう、行ってきた。熟しい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 
このラベルはっていうか、これあれあのはあれしか見てこない。普通のあれしか目に入んない。ありがとうございます。ありがとうございます。硬いんだけど、硬いんです。いただきます。ローストビーフ、よく言えば歯ごたえがある。何が硬くない。硬くないよね。美味しい。もうちょっとしっとりしてるのイメージしたんですよ。ニンニクが、全然美味しい。ニンニクいいよね。本当に美味しい。これめっちゃうまくできたから。イエーイ。いただきます。久しぶりに自分で作ってみました。生グレープフルーツサワー。フレッシュ。うん。贅沢だ。分かるわ。おもてなしって、ね、昔お店をやられてたんですね。そうなんですよ。おもてなしっていうお店を。きゅうりの塩麹漬け1本いただきます。懐かしいですね。あ、うまい。どう、美味しい。食レポって難しいんですよね。塩麹とおだ白だしで漬けてあるんです。お酒に合う。あ、そうです、もちろん。あと夏の熱中症予防とかにもいいです。これからイノシシの肉を焼きます。こっちがロースとバラ、でこっちがランプ。ランプは食べたことないもんね。ももの比較的柔らかい部分です。でこれをどうやってそちらを焼きますか。好きなように取ってもらって、焼いてもらった方がいいよね。そうですね。はい、焼き見せよう。なんかのまだ火力は強くないから10言わないですけどね。10言わないですけど。なんか飛び落ちたね今。気のせい、気のせい。生きてる、生きてる。え、どこ。あ、なんでそうなんです。で、行こうかな。焼けました。いただきます。ロース、はい。うん、え、うまいの。うん、味なくてもうまいの。うん、お、油の甘みがある。何もなしいける。全然平気。いや、つけた方がうまいんじゃない。なんか、うん、なくてもいけますよね。いただきます。はい、しかも油がしつこくない。あ、そうですね、やっぱり、そこが、あの、もうこの間からもそうなんですけど、豚と牛とか食わなくなっちゃって、焼肉とかこういうのですよ。カリコが、うまい、うまい、うん、大丈夫、ワンビョール。これはイノシシバラです、バラ肉ね。あ、ローストまた違うかも。バラっていうだけあって、やっぱりちょっと脂身も感じるけど甘い。しかも今回は堀西を かけさせていただきました。うまい。なっちゃんね、なっちゃんね、なっちゃんさっきあげたよ。ね、ランプ、はい、これはランプ肉です。ももの、まあ、柔らかい部分です。これはちょっと俺も食ったことない。今回初めてだよね、焼いてみましょう。自分も食ったことない。そもそもイノシシあんま食ってないから俺は食ってるけど、高級なとこで食べてもさ、なんか美味しいイメージなかったんだけど、やっぱりうまいの食ったらうまいんだな。2周年でプレゼントをいただきました。ちょっと夜になりましたけど、開封させていただきたいと思います。ちなみに昨日ね、昨日届いたんですよ。でも開けずに待ってたんだよ。そう、楽しみだから。すごーい。すごい。結構2周年 MBS さん、ありがとうございます。すごい、これだってワンコとニャンコ。あ、そうそう、えそうそう、ワンマン10年、ありがとうございます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、え、ミューもいる。それは単なるバルーンじゃなくて、あのコロナとか あの予防とかの空気の感染とかじゃないけど、そういった予防のやつの効果が入ってきて、すごい。3ヶ月くらいある程度の予防のあれが、あ、そうなんですか。あるそうなんで、コロナにかかった。ちょっと私は4回かな、4回だよ。
すごい、ありがとうございます。2周年つくし、どうぞどうぞ。どこ行くのよ。あんたたちじゃないよ、これは。普通。おいで。てくん。おいしいとか言って。わかんないけど、でもその匂いの感じはわかるよ。チロルくんも違うよ。チロルじゃないよ。くつろげるよね。僕がいいの？いいよ。すーちゃんとなっちゃんだよ、ここ。大丈夫。ねえ。ねえ。本当にあの、今日は。2周年で本当お祝いをたくさんしていただいて楽しかったです。すごいね、これいただいて本当、ね、明日明るいところでねまた撮りますけど、本当あの今後もよろしくお願いします。